こんにちは、阪急道場弓矢さんです。今日は購入したウランジのネックストラップをポケット3をこのネックストラップにつけて自転車で撮影してみたいと思います。私の普段の撮影は自転車にそのまま取り付けてるんですね、ポケット3を。はい、そうなんですが、この購入したウランジのネックストラップで首につけた状態で自転車で撮影してみたいと思います。私の愛車ビッケになります。実はかれこれ8年ぐらい愛用している自転車です。ネックストラップをつけてみて分かったのは、マフラーの上に装着すると段差の時に揺れますので、そのまましっかり首や肩に乗せた方がいいです。自転車のハンドルが映り込むかなと思ったのですが、大丈夫そうですね。確認は一度 iPhone につないで確認して、上下の調節をした方がいいです。今モードはチルトモードにしています。大丈夫そうですよね。ウェアラブルモードでもいいのですが、私を撮る際にモード調整をですね、モードを変更するのが面倒なのでチルトモードのままにしていますが、問題なさそうです。はい、結構自転車に乗っていて段差があるんですが、あまり揺れないですよね。私はですね、機械とか全然詳しくなく、機械音痴ではあるんですが、素人でもすぐに使えるので本当にこの DJI ポケット3良かったです。はい、ということでネックストラップをつけて自転車で走行してみました。動画をご覧いただきありがとうございます。